子をなすのは二人の努力と天の気まぐれ。そなたばかりが責められたのでは割が合わぬな。何が原因で解任できなかったのかは今となっては分かりません。名医のもとにも通いました。屈辱的な検査も受けました。しかしいつも理由は分からないと言われるだけでした。結婚から短くない時間を経て未だ子を宿せない。なるほどな。次期当主を密かに狙うエヴァが首をもたげぬわけもない。そなたに罪などない。この国の赤ん坊はコウノトリが運んでくるのであろうが、裁かれるならそれはコウノトリになるのが道理というものよ。ありがとう。しかしいくら当時はまだご健康とはいえ、すでにご高齢の当主様が早く孫の顔を見たいと思われていたことは想像に難くありません。知るか。孫が欲しくばうなるほど持っている金で好きにすればよかろうに。金で生み出せぬものはないと豪語した金蔵だ。孫が欲しくば自慢の金で何とかすればよいものを。ええ、そうです。当主様は子を宿せぬ私を見限られ、その通りになされたのです。ああ、福音の家か。よくあそこから家具どもがやってきていたな。当主様は社会活動と職業訓練の一環として福音の家の子たちの中から成績優秀な子を使用人として受け入れていました。当家にいるシャノンやカノン、ルノンやマノン、レノンなどの音の名を持つ使用人は全てそこからやってきた子たちでした。いろいろな連中がいたな。多くはほんの数年で辞めるがな。当家の給金は数年も働けば十分社会で生活していけるだけ貯まるでしょうし、後ろ宮家での使用人経験は履歴書に通用する立派な肩書きになります。それを得て社会へ羽ばたいてくれれば当主様もきっと本望だったでしょう。なるほど、養子か。おっしゃいましたか。この赤子を我が孫として迎えよう。おお、よし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 、うん、よしよしよし。申し訳ありません、お父様。私には何をおっしゃっているのか。この赤子を我が孫として迎えよ。そしてクラウスの後を継ぐ者として育てるのだ。それはつまり私と夫の子として育てよとおっしゃるのですか。そうだ。お前に子が宿せぬことはもはや明白。お前の体には何かしらの問題があるに違いない。ああ、よし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 。ああ、よし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 。暴言だな。女の責任だけで子が産めるなら
この世に男など必要ないわ。あの日の悔しさを忘れたことはありません。私とて子が欲しくなかったわけがない。でもいくら祈ろうとも身ごもれないのです。私の体に原因があるのではないかといくつもの名医を訪ね歩きました。しかしそれでもいくら努力しても身ごもれなかったのです。その挙句がこの仕打ちではな。察するぞ。お父様を恨んではいません。もし恨めるのならただただ自分の体が恨めしかった、憎かったんです。子を宿せぬ我が身がひたすらに憎かった。だから私は祈りました。天使と悪魔の両方に。そしてその両方が叶いました。天使には何と祈ったか。私の体に奇跡。私の体に問題があるというならそれを受け入れましょう。ならばそれを克服してどうか夫の子を授かることのできる奇跡を私に。その願いは叶ったわ。あなたはその次の年に見事にジェシカを産むことになる。そして悪魔には何と祈ったか。悔しい悔しい。この身が恨めしい。そしてそれを見せつけるかのようなこの赤ん坊が憎かった。何を願われたのですか。私は初めて悪魔に祈りました。願いました。この赤ん坊が消えてなくなってしまえばいいのにって。なるほど、雪吊りの悪魔が夏日様のその願いを聞いてしまったのですな。してどうなったのか。それは悪魔が願いを叶えてくれたとしか思えない奇妙な事故でした。その先は断崖でした。高さは多分10メートルくらいはあったと思います。下は岩場、そこには柵もあったのです。その使用人はわざわざそんなところまで赤ん坊を抱いたまま歩いていき、そして柵に寄りかかったとでも言うのでしょうか。まるで悪魔に手招きされて誘われたとしか思えない。誘われちゃったのね。あなたの願いを聞いた悪魔がその使用人を招いちゃったんだわ。それではその使用人と赤ん坊は死にました。崖から転落して下の岩場に。いえ、私が願ったから死んだ。だからこれはそなたのせいではない。その先を考える必要はないぞ。でも私が願ったから。いいや違う。願えども叶えるか否かは神と悪魔と魔女の気まぐれ。そなたに罪はない。人間に罪はない。わらわが殺したことにしてもよい。いや、わらわが殺した。嘆くそなたを不憫に思い、わらわが赤子を連れた使用人を崖へ誘い、
その下に導いたのだ。不幸な事故があっただけではありませんか。事故で納得がいかなくば我らの仕業に。そのための悪魔でございますよ。そうだわ、私たちはそのためにいるのだもの。あなたが殺したわけもない。私たちが殺したのよ。だからあなたには何の罪もない。だからどうか自身を責めないで、夏日。そうでしょうか。本当に私に罪はないのでしょうか。ああ、ないぞ。19年前の復讐を名乗る和光どめ。呪うならわらわを呪うがよいわ。しかし、呪うは魔女の専売特許よ。夏日に売りしその喧嘩、わらわが買おうではないか。わらわは後ろ宮家顧問錬金術師、黄金のベアトリーチ。使えし主に売りし喧嘩はわらわが買おうぞ。19年前の復讐とな。千年の魔女の前にその程度の年月、瞬きにも足りぬと知れ。19年前にそなたの死を願った夏日が憎いか。思い出させてやろうぞ。そなたを崖下へ誘ったのは誰かをな。こちらへ来い、女。その呪われた赤子を抱いてな。許せ、女。魔女に見入られた不運を呪う。そしてこの世で決してめでることかなわぬ黄金のバラに囲まれない眠れ。が、はい、了解。
わらわが保証するぞ。そなたには何の罪もない。19年前の復讐とやらはこのわらわが買おうぞ。崖下の二人を見つけ、私は青ざめました。そしてお屋敷へ駆け戻り、大騒ぎになりました。大至急船で病院に運びましたが、あの高さで即死を免れただけでも奇跡。死よりも、そして赤ん坊も死にました。私はお父様から赤子を預けられ、3日も経ないうちに殺してしまったのです。主人は出張中でした。当時まだお屋敷にお住まいだったローザさんもご友人と旅行中でした。六軒島には私とお父様しかいなかった。そして私とお父様以外誰もよく知らぬ間に、どこからともなく赤ん坊が現れ、そして消えていった。あれはそう、夢なのよ、悪夢。お父様は私を責めるに違いないと思っていました。しかし何か様子がおかしかった。読めていたぞ、読めていたぞ。この天罰はな、どこまであがくのか、どこまで我がものにならぬというのか。からの檻に興味はない、打ち捨てい。